クライマックスシリーズもいよいよファイナルステージ、日本シリーズ進出をかけた戦いが始まります。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、クライマックスシリーズファイナルステージ第1戦の模様をお送りいたします。スワローズの先発は斉藤、対するジャイアンツの先発は右の小山、以上の両先発。さあ注目の立ち上がり、ジャイアンツの攻撃、トップバッターは坂本、初球はストライク、初球ストライクから第2球投げた、カットボール空振り、第3球を投げた、低めボール球打った、川島掴んだ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは藤村、投げた、インローに送ってストライク、初球まずは入れてきました、アウトコース低めいっぱいストライク、バッター追い込まれました、投げた、153キロ直球、空振り三振、斉藤見事なピッチングです。バッターは石谷、インコース高めストライク、タイミング合いません。投げた、内角低め、外れてボール、これはわずかに外れています。カウントはワンボールワンストライク、追い込んで投げました、打った、痛烈な当たり、取りました、これでスリーアウト。斉藤今日は上々の、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッター長野、投げました、初球決まってストライク、第2球投げました、引っ張った、レフトへ上がった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスはマシュー、ボール、第2球投げました、直球ストライク、インハイへ、これは完全に振り遅れ、投げました、見送ってストライク、バッター追い込まれました、投げました、低めボール球打った、ファウルボール、追い込んでから投げた、ボール、低め、平行カウント、投げた、打ちました、いい当たり、レフトへの打球掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターはロペス、第1球投げた、打ちました、初球打ち、センターへ持っていった、ヒット、ロペスヒットを放ちました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。初球空振り、少し迷ったか、高めボール球打った、竹内バックしていった、ファール、投球はこれから3球目、打ちました、ファーストの左、竹内ボールを掴んだ、竹内自らベースを踏んで3アウト、3アウトチェンジ。バッターはピッチャー斉藤、第1球見送ってボール、第2球投げた、見送ってストライク、第3球を投げた、打った、これはショート正面、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして1対0スワローズ先制点を挙げています。投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。2球目はストライク、第3球はボール、カウントワンボールツーストライク、投げました、打ちました、斉藤取った、ピッチャーから一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター小山、投げました、ストライク、1球目ストライクから、第2球投げました、低めボール球打った、ピッチャー返し、小山ヒットを放ちました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。投げました、初球空振り、
第2球ボール膝元際どいところカウントワンボールワンストライク3球目はストライク第4球を投げました打った流し打ちこれで2アウトランナーは1塁変わりませんランナー1人を置いて迎えるバッターは藤村第1打席はスイングアウトの三振打ちました西岡ボールを取る2塁アウト3アウトチェンジ1塁ランナーゲームは中盤4回に入りますバッターボックスは石谷投げました初球に送ってストライクまずは初球決めてきました打ちました三遊間の打球アウトこれでワンアウトランナーはありませんバッターは長野第1打席はレフトフライに倒れています1球目空振りから投げた打ったあっと引っ掛けた1塁へ送るアウトこれで2アウトランナーありませんバッターマシュー第1打席はレフトフライに倒れて初球を打ちました1・2塁間ライナーで破ったマシューヒットを放ちましたさあ2アウトから同点のランナーが出ました投げた初球はストライク第2球投げた打ったセカンド左への打球2塁踏んでアウト3アウトチェンジ1塁ランナーマシューこれからジャイアンツの攻撃に入りますバッターボックスは森田最初のバッターボックスは初球を打ったヒット打球が転がっている森田二塁も狙う森田ツーベースヒットを放ちましたさあノーアウトで同点のランナーが出ました左バッターボックスは8番松本一打初球から打ってったピッチャー返しセンターバックホーム松本ヒットを放ちましたさあノーアウトランナー一塁三塁とチャンスを広げました見送ってストライク第2球投げた2球目はストライクあっという間に2ストライク低めボールカウント1ボール2ストライク縦のスライダーボールカウントは2ボール2ストライク2塁セーフ内野バックホーム体勢投げた見逃しの三振内角低めいっぱいに決まった打順はトップに帰って坂本今日はショートゴロとファーストライナー投げたここは満塁策でしょうかこれも外します坂本勝負させてもらえません投げましたここは歩かせます満塁のチャンスにバッター藤村今日は三振とセカンド流し打ちどうだ三塁線のゴロホームアウトセーフゲッツーは免れましたバッターは3番石谷ファルボール打球はスタンドへ第2球ストレートはボール完全なボール球カウントはボールワンストライク第4球を投げましたボールカウントは2ボール2ストライク変化球空振り三振斉藤ワンアウト満塁のピンチでしたがなんとか踏ん張りました5回の表が終わって1対0スワローズ1点リードは変わりませんスワローズこの回の攻撃はラストバッターから始まりますバッターは斉藤外角低め外れてボール第2球外角低めいっぱいストライク第3球を投げました打ちました藤村掴んだ一塁送球アウトゲームはこれから後半6回に入りますバッター長野今日はレフトフライとサードゴロ投げました初球を打ちましたセカンドフライです取りましたこれでワンアウトランナーはありません今日ヒットを放っているマシュー初球を打ったこれはスタンドに入りますさあ次の投球投げましたストライクバッター追い込まれました投げました1球外したボールカウント1ボール2ストライク投げた外れたボール際どいところカウントは2ボール2ストライク投げたインコース引っ張ったタンとボールを掴んだサードから一塁送球アウトこれで2アウトランナーありませんバッターボックスはロペス投げた初球から打ってった西岡取った一塁へ送るアウト3アウトチェンジ斉藤この回ゲームはこれから終盤に入ります先ほどツーベースを放っている森田投げた見送ってストライク投げた打ちましたセカンド左セカンドから一塁送球アウトこれでワンアウトランナーはありませんバッターは松本投げた初球はチェンジアップ空振り投げましたストライク簡単にツーストライクと追い込んだ投げました1球外してボールカウントはワンボールツーストライクです打ちましたファウルボール次は5球目打った川島ダイレクトでボールを掴んでアウトツーアウト
矢野。打ちました。初球打ち、センター方向へ持っていきましたが取ってアウト。スリーアウトチェンジ。まあ、バッター斉藤。第9球投げました。ボール。第2球ストレートはボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を川島スタート。2塁送球はどうだ。盗塁成功。セカンド牽制。2塁タッチはセーフ。第4球を投げました。打った。当たり底でのセカンドゴロ。藤村ボールを取る。アウト。ツーアウトだ。ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃。バッターボックスは坂本。1球目ストレート空振り。投げました。打ちました。ピッチャー返し。坂本ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。初球バント、ピッチャーの右へ転がした。アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。投げました。初球を打ちました。西岡掴んだ。アウト。ツーアウトランナー三塁に変わります。さあここ一番の場面、まずは三塁牽制。三塁タッチセーフ。第1球初球落ちるスライダー空振り。タイミング合いません。投げた。これもしかし空振り。第3球を投げた。内角低めボール。カウントはワンボールツーストライクです。投球これから5球目。低めボール球打った。ショートバウンド。軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。斉藤見事に流れを断ち切りました。スワローズこのまま流れをものにしたい。気迫が。いよいよ最終回を迎えました。バッターはマシュー。今日はここまで3打数1安打。さあ次の投球ファースト投げた。打ちました。三遊間のゴロ破った。マシューヒットを放ちました。バッターロペス今日4度目のバッターボックス。初球空振り。これは完全に振り遅れ。一塁へ一つ牽制球を送りました。タッチセーフ。第2球投げた。打ちました。奥井余裕があります。掴みました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。今日ツーベースを打っている森田。初球決まってストライク。初球まずは入れてきました。直球ストライク。アウトローへ軽く追い込んでまいりました。一つ外したボール。カウントはワンボールツーストライクです。第5球投げた。内角低め空振り三振。バッターは代打関谷。第9投げた。ツーシーム見送ってストライク。初球ストライク。インコースカットボール外れてボール。第4球は空振り三振。ゲームセット。スワローズクライマックスシリーズファイナルステージ第1戦を見事制しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく。